どうも、ナオチです。アンダーテイルその32、続きの方やっていきましょう。おお、なんだこれは。全員いるじゃん。あのちびっこからアズゴアに、サンズにトリエルにパピルスに、で、アンダインにアルフィスにメタトンにオバケくん。いやー、前回はね、31話、まあ長くなってしまいましたが、無カットでね、40分近くかな。アズリエルっていうね、まあトリエルとアズゴアの子供らしいです。あいつとね、戦ったっていうのが、対話したっていうのかな。もうね、展開が展開で、音楽もメインテーマと、あとはフラミーのねテーマを合わせてアレンジにしたような決戦音楽だったので、音楽と展開にね、もう涙でまともに喋れなかったので、なんとかねこらえながら喋ってたんで、もうあんまね喋れてなかったかもしれないんですけど、本当にもうなんだろうね、考えられないぐらいすげえゲームだなって思っちゃったので、いやーすごかったね。というわけで続きをやっていきましょう。で、前回ね、全員を一応助けて分かり合えたっていうのかな。で、どうやら主人公がフリスクになってしまって、やフリスク、ね、君のソウルを奪おうとしてすまなかったね、本当に申し訳ないよ、それでも友達になれるといいんだが、まあそんな心配しなくていいと思うぞアズワオ、みんな一度はフリスクを殺そうとしたことがあるみたいだし。なるほど、そうか、そういうことならすまなくなかったねフリスク。どういうことや、アズガオ、そういうことを言ってるんじゃない。ねえ、フリスク、ちょっと聞きなくて、あなたはアズゴア様とトリエル様が、いつかは元関係に戻れると思うかしら。これ無理って言ったらさ、泣くぞ多分アズゴアを。前回めっちゃ泣いてたからな。なれるんじゃないかも。そうね、私もそうになってるわ。彼らがどれだけ魅力的な時間を過ごしていたか考えてみて、早速私のナンバーワンのカップになりつつあるわ。トーリーと、あ、カップリングってことね。あ、そう考えるとなんか急に冷めてきた。そういう考え方なのかい。なるみす。みんな解放されたんだし、これからどうする。どこまでも世界を探検できるぞ。マジか。そりゃもちろん家から出かけて、それから、いや、正直に言わなきゃ。私、家から出ないで、負け組みたいなアニメを見る。さまいちだ。みんな、今は負け組であること。へっ、パピルスの言う通りだな。フリスクに負けたのは、生まれてこの方最高の恵みがある。だから嬉しいんだ、私たちが。どうした、アズワオ。そのアニメとは、何だい。嘘でしょ。フリスクお願い。アズワオ様にアニメを説明するのを手伝って、なんだその顔。ですね、漫画みたいなものですけれど、まあ動くよね。剣を銃を。剣かな。それは漫画みたいだけど。でも剣を持ってるって。おやおや、かっこよさそうだ。どこにあるんだい。私はどこでアニメを見られるんだろう。お待ちくださいね。私の携帯いくつか入ってると思います。おお。さあ、ご覧ください。これは間違えました。何を見れたの。そのお気になさらず。ん？2体のロボットが、キスを。おお、科学技術というのは本当にすごいんだね。はい、その通りです。アズゴア様、俺様を王国騎士団の一員にしてはどうでしょう。もう自分から撃ってくる、それなんだ、パピルス。戦いはもう終わったから。我々にはもう王国騎士団は必要ないかもしれないんだ。何？ならば人間は何のために旅をしたのですか。あんなに長い道のりを辿ったというのは、俺様はまだ王国騎士団に入れないのですか。まったく、これで起こりうる最悪の結末に違いない。
そうなの。これもね、メインテーマのアレンジですね。この音楽ヒオフリック、その歌詞の顔がありました。サンフリックが私を口説いた時のことをもう話した。泣くぞ、また後で。それで私をママと呼びたがったことを覚えてるよ。おいおい、すごいな。俺様たち二人の関係性にも新たな一面が見えてきたぞ。なあ、トリ、他にも何か恥ずかしい話はないのか。ええ、もちろんあるわ。なんでそんな話をしても。けれども今のが一番びっくりする話だと思う。まあ確かにね。あそこは泣くぞまた。号泣だよ、もう涙腺崩壊で涙枯れちゃう。へへへ、あはあはは、笑いすぎだろ。もうトリエル様ってば、何もご存じないんですから。アラフリスク、アルフィスが私の電話をアップグレードしてくれたの。メール機能をとても楽しんでいるわ。なるほどね、チェックアウトね。おいおい、トリ、これはひでえな。女王様が戻ってきたなんて信じられん。それに彼女がこんなに大間抜けだったなんて。あなたとサンズは1メートルも離れてないのに、なぜメールを打っているんです。なるほどね、もう理由がある。どんな理由です。俺たちが大間抜けだからさ。あなたは間抜けなんかじゃないよ。それどころか愚の骨頂よ。なるほどね、はっはっは。なんと女王様がシャレを言うとより一層面白くない。じゃあなんでお前を笑ってるんだ。これは哀れみの笑いだ。なるほどね、こんなくだらない話だけど、まあ今となってすげえあれだわ。もうなんか話せるっていうことがすごいよね。で、先に進んでもいいんだろうけど、戻ってみないねえ、ちょこっと戻って、まあ全部戻れるかわかんないけど、どこまで戻れるのかなとかさ。なんだろうな、戻るといえば、エンディング前に動けるゲームって結構あるじゃん。例えば有名どころで言うとドラゴンクエストかな。あれも竜を倒してからさ、実はっていうか、まあ知ってると思うんだけど、お姫様抱えながらいろんな街に行けて、そこでいろんな出来事を見れるんだよね。で、その出来事ってすごくちっちゃいことかもしれないんだけど、なんだろう、ゲームをちゃんとプレイしてた人にとっては大きいことであって、すごく印象に残ることが多いんだよね。だからそういうところも含めて、多分なんて言うんだろう、絶対意味があると思うんだよね、ゲームで。そのまま行かないっていうのはさ、その先にね、わざわざこういう風に戻れるようになってたり、準備してくるといいみたいなね。アズゴアも一瞬目言ってたけど、そういうのは多分戻って、アンダインと実は仲良くなれたっていうのがあったりしたからだと思うんだよね。というわけで戻るんだけど、ていうかずっと君たちは何してんの。つまりもう外へ向かってるってこと。後で追いつくと思うから。会話がほら変わってんだよ。グッドニュースよ、エレベーターがまた動き始めたの。でも今は慌ただしくて、私たちは乗る機会がないんじゃない。こういうところだよ。申し訳ありません、これ以上ゲストを許可することはできません。また後でお願いします。これ何、ここそういえば入ってなかったけど、誰だお前。元祖グラムバーガーの MTT バーガーへ、あなたの一日をキラ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 に彩ります。すみません、母何も買っていない。金がねえわ、てか高えわこれ。なんだその顔、輝く一日を、てか高えよ。君は申し訳ありません、あ、休業中なんだ。しかしまだ素晴らしくここを通り抜けることができます。なんかこれ変わってたりするの。いや、あ、お店ね。そういえば最初のカムのじいさんとかも、あ、ごめんごめんごめん、会話をしたかったんだ、些細なことに。自由、それでもう私たち完全自由だね。ええ、そうね、しっかり自由だわ。もう最高だわ。ええ、そうね、素晴らしいわ。
数千年間閉じ込められてたのから解放されるのに、そうね、落ち着くでしょうね。自分は人間。ええ、嘘。マジで。ああ、私たちが言っていた、その、私たちが人類滅亡にワクワクしてるってやつ。あれは、その私たち、冗談で言ったんだからね。まあ、わかってるよ。そんなこと言ったっけ？でも言ってない気がするな。キャッチフレーズの、へえ、マジで。私が思う私たちのキャッチフレーズは、何？読めない。名前がわからん。ちょっと、そんなこと一度も言ったことないじゃない。そうなるのって。猫についてじゃねえよ。未来について。自由ね。猫を飼うという、猫じゃん、君たち。君たちじゃないか、君か。あなたじゃ、もし夢なんて見られないわ。キャッティーと、なんて言うんだろう。あなたを記念することよ。楽しそうで何故だな。会話がやっぱ変わるんだね。猫大好きだと。やめてー。ただの冗談よ。ちょっとしたね。あーって、そういやこの前、白くて可愛い猫ちゃんが歩き回っていたわ。すっごくまぬけちゃんな顔をしてたのよ。1時間くらい撫でてきちゃった。食べたな。なに？それは多分犬だわ。犬なんて猫と変わらないでしょ。そうなの？全然変わるよ。なんか増えてんの？飼うっつったって何も変わってないよ。まあ外の世界でも会えるかな。いやー、おお、君たちもいる。地上でナイスクリームを売るのが楽しみで仕方がないよ。人間のみんなが君みたいに育ったら、僕の商売はささやかな成功を収めるだろうさ。いいよね、こういうこと言ってくれると。ありがたいね、アンダイン様が。うん、そうだね、解散ね。がっかりだが、俺たちも愛と平和に慣れていかないとな。幸せそうか。あ、これはこっちか。そっかそっか。君は？なあなあ、俺っちの名前覚えてるか？覚えてるよ。なあ、何？覚えてるのか？こうも遅い負けなんてどういうことなんだ。その顔は何？再挑戦したいのか？なんだっけ？炎の子。覚えてなかった。あれ、こっちじゃないか、もしかしたら。あ、こっちじゃねえや、左だ。左？逆だとね。あ、左だ。とりあえずこのパートはね、もう全部巡るって決めてるから、まあ許して。あの地下には何かあるんだろうか。行けるんだろうか。まだ閉じちゃってるか。こっちにも行けないか。よしよし。いやー、でもね、すげえゲームだと思うわ、本当に。まあ、日本ではね、まだあんまり知名度がないのかもしれないけど、2015年だったかな、出たのがね。トゥーララノって一回。今日はどこまで行こう。あー、滝か。滝の亀のじいさんと、あとはお化けの、あいつに会いに行こうか。アズドアには好物があると聞いたよ。へー、何が好きなんだろう。バタースコッチ、トリエルが作った。またいつでもいい。また来るよ、思ってすぐね。ここだね、カメのおっさん。なぜもこういさ、アズドアと、そう、トリエル、女王で王でな。トリエルが出て行った時は潜んじゃった。みんな分かってたんじゃ、王の賢さはあの方の知恵のおかげだったと。あ、そうなんだ。でもちょびっとだけホッとすることもあったんじゃよ。あの二人が本当に
いたれ、いた、たまれんかったかな。あ、こう日本語が読めないっていうのは、地名がね、漢字が読めないっていうね、鼻をすり合わせて、人前でイチイチベタベタと子供たちにも恥をかかせよって、あバカップルっていうかバカ夫婦だったのか。仲が良すぎて気持ち悪かったわい。それが終わったのは天のお恵みじゃ。案内。ガキンチョだった頃からずいぶん長い道をたどっとるな。わしもヒーローだったんじゃよ。ずっと昔の話じゃ、人を呼んで正義のハンマー。ジャーソン。案内はよくわしについてきたんじゃ。わしが悪者を成敗するのを見に。へえ、正義の味方に憧れてたんだ。時々手伝ったり、手伝ってくれたりもしたぞ。まああいつが襲いかかったのはほとんど悪者じゃなかった。郵便屋を襲うのか。嬉しかった。あとはヤギなのかって。ヤギ、実はあることを思い出した。トリエルは一度花バラムーンを着たことがあってな。おお、牛着なくなったな。ああ、そうじゃった。あそこはか。本当に面白い種類のモンスターじゃ。どの種類よりも強いんじゃ。ロスモンスターへえ、ソウルが流れ込むんだ。年を取る。子供がおらん。そうなの。人間だったらどうかじゃって。にゃ、ダメじゃん。シャドコアがお前さんの親、児童のなら、絶対にお前さんより長生きする。なるほどね。わかったわかったぞ。おう、思い出してくれた。女王の番だった時、イベントがあるんだ。マイクを渡すために王のところへ行った。おう、しかし、女王はまだ手の長いマイクを持っていたことを気づかずにこう言った。あなたの番よ、もう封鎖。自分が何を言ったのか気に入られて、女王も笑いました。しばらくした後、王は腕を上げ、群衆は静かになっていたぞ。身の表情は一貫でし、愛する使命、今日は来ていただいてありがとうございます。もう私も封鎖王は、その後のことは周知の通りじゃ。なるほどね。来ると思っておったい。そう言ってもらえた気持ちをつけていくんだぞ。若者よ、もうこういうたわいのない会話がさ、やっぱ違うんだよ、もう。いやー、あー、君たちはどうなの。トリエルはここに来ていたんだろう。だからニュルニュル、とうとう君のそば終わったんだ。長い旅だったな。君のニュルっとした筋肉を思い出せ。ニュルっとしてんだ筋肉。今じゃ住宅市場を組み合ってるだろうね。でもね、家というものは自分の心が帰る場所なんじゃないかな。このお金でナメクジたちが帽子を買える。いないんだ、さすがに。お家にいるかな。いやー、お、メタトン、ここにいたんだね、僕のダーリン、フリスク。ちょっとご覧あれ、アルフィス博士がこの素晴らしい体を完成させたんだよ。ああ、それに聞いたかい、結界が開いたんだ。待ちきれないな、太陽を見るのが。あれこそ最高のスポットライトさ。そうそう、君にも俺を言うべきなんだろうね、ダーリン。君と戦うまで僕は、誰かと一緒に舞台に立つことがどんなに楽しいか忘れていた。だから熱いタレントを探して新しく立ち上げる劇団に引き入れるんだ。おぉ。何、シャーレンっていうのはバックアップシンガーになるんですかね。それから B1 のストブロックエイクサウンドミキサーなんだ。3人で公演か、いいじゃんか。家の中には入れた、こっちには。こっちにも入れた。まあでも代わりは多分ないだろうかね。あ、メタトン、僕大ファンなんだ。あ、こんにちは。人間、絶対忘れないよ、君に応援されたこと。僕が寝たふりをしてた時、君ほど僕の寝たふりを信じてくれた人は初めてだった。あ、それと、気まずいんだけど、君、なんていう名前？
今はみんな知ってるみたいなんだ、僕以外。ああ、そうなんだ。機械か。まあ、逃してでも多分また来る気がする、俺は。窓の外に何か光ったんだ。牧場のカタツムリが消えたのを見たよ。へえ。うん。光が眩しいからカーテンを閉じたんだ。それから僕以外のみんなが君の名を知ってるんだ。へえ、なんだよ、フリスク。うん、忘れない。何か起きたんだね。まあ、結界が開いたことと何か関係があるのかもしれないんだけど。まだ燃えてる。君は、お前のおかげで俺たちみんな自由になるのか。俺は本当に、デクノボーみたいな態度だったわけか。まあまあまあ。確かにね、今回ね、俺別にお前の、最初のダミーぶっ壊さなかったのにさ、あの襲いかかってきたときは、マジかてめえこの野郎とは思ったけど。乗っていくかい？乗っていこう。さあ、雪の国。あそこに行って、で、あそこのなんか扉とか、さらに戻れんのかな？トリエル追っかけてきたって言ってたけどさ、最初のホームに行けんのかな、ルインズ。さて、どうかな。ノックはどうなんだろう。本物の人間とモンスター。あ、そういえばさ、雪持ってんだよね、ずっと。なんかあるかな。ああ、なんて素敵なノック。答えなかったら、お前はいつもそれか。まるで果てしない新世界が始まるようだね。わはは、この冒険心、私も子供に戻った気分だよ。そしたら私の子供たちは、子供の子供たちになってしまうね。ちゃんと読めてなかったな。え、私たちは自由の身だって。とうとうこの笑顔を払えるんですね。僕はもうよくを言う必要はないみたい。よく言おうとしたことはあったけど、結局何も思いつかなかったよ。おー、みんないるね。どうよ。グッジョブ。マスターらしいじゃないと。釣り糸に引っかからなかったよ。だからおちびちゃん、僕の言うこと聞くなよ。釣り竿で熱い人を引っ掛けようなんて考えちゃダメ。どこかで恐ろしい一品の鳴きが聞こえた。ついに自分自身を相手にしたポーカーに勝利した。もうすぐこれも人間の飯を試せるのか。ついに人間のトイレも試せるってことだな。まあ人間を食べようとしてるのかと思ったけど、そうじゃないんだね。この文化を守れるってことは、でもみんなきっと外の世界に行っちまうんだよな。ああ、なるほどね。外の世界に出るっていうのも、まあみんなの憧れだったのかもしれないけど、逆に言ってしまえばここがずっと好きだっていう人もいるわけだ。ああ、あのことね。ハグね。女王は博士を解雇したようだ。科学者はいないなーって政治的。久しぶり。よ、元気してるか。元気元気。おいらさ、ずっと考えてたんだけど、アンラインってそんなにかっけえわけでもないよな。そう。なんていうか、ちょっとこう思ってなだけでさ。でもよ、ついさっきもっとかっけえやつを見つけたんだ。にえへへへ。マジか。向こうにいる方が潔くってするのは変だっていうね。でも、何もおかしいなことも言ってないわ。かわいいじゃない。それに、え？弟にリードをつけて散歩するのは当たり前のことでしょ。それはいかんな。このみんなはあのでかいグネグネのやつを見てもゾッとしないのか。グネグネ。おー、やど、久しぶり。地上に行くことができるようになったってママが言ってたよ。それってすごいことなのかな。私ここを離れたくないよ。やっぱりね、こういう風に思う人もいるわけなんだ。んー、あー、もう地上に行くからここを離れちゃうのか。お母さんとしては、久しぶり、何があったの？つまり、あれはあんたがやったってことかい？あの時不思議な白い光があたりを包んで、ついに、へえ、何かの力によってね。それで、突然全てが元通りに戻ったのよ。人間について。うん。
そう？私ルインズについてそういえば聞いた。へえ、内側から鍵が開いたそうよ。へえ、聞くところによると、うん、そうだね、あったしね。未来について、そうね、多分お店を上の、ああ、やっぱりそれ以外あまり考えていないわね、残念ながら。それじゃあまたおいでなさいな。まあ次は地上で会うことになるのかな。よし、じゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。でこの後ルインズに戻って、でエンディング、その先へ進んでいこうかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。